1997年に阪神障害ステークス、東京障害特別、京都大障害に優勝するなど、障害競争で活躍した。1993年10月に平地競争でデビューし、2戦目で初勝利。その後も芝長距離を中心に前線を続け、慶子賞。そして7歳となった1997年2月の高南ステークスを最後に、障害入りする。 障害初戦となった同年4月の障害未勝利で先行から抜け出して勝利すると続く2戦は大差の逃げ切りで3連勝そして重賞初挑戦となった阪神障害ステークスでは出走馬の大半が2勝以下という手薄なメンバーだったこともあり1.2倍の圧倒的な人気に応えて後続に7馬身の差をつけて優勝続く 東京障害特別も6 3ラムの国量を背負いながら、ネイハイジャパン、ケーテタイガーなどの競合を寄せ付けずに、重傷連勝を飾った。しかし、金量が5 9ラムに戻り楽勝ムードだった、京都大障害では、連戦の疲労があったのかスタートで出遅れ、大障害コースでも再び後退するなど厳しい展開。最後の直線で過労死じて、 ケーティタイガーを差し切って優勝したが、レース後に、軽度の骨折が判明し、休養に入る。これまでに、東京、中山、京都、阪神の4つの競馬場すべての障害重傷に、優勝した馬はなく、アワーパラゴンは、史上初のグランドスラム達成のために、翌1998年は、中山大障害を目標に調整が行われ、ステップレースには、国領を嫌って、 平地重賞の日経賞を選択。過去に先行した者の,の直線で失速し、最下位に敗れる。なお、このレースでは同じく障害場ながら参戦した天神将軍が優勝。大波乱となった。そして迎えた中山大障害では一番人気に押された者の,の一部で囁かれたアワパラゴンの低い飛び越しへの不安が的中し、大竹作で転倒してしまう。 その際の負傷により休養に入り、秋に復帰したものの2戦目でレス中に、右前んしゅしこつを発症。現役を引退した。引退後は、生まれ故郷の岡田牧場で過ごしていたが、2016年1月25日、聖去。JRA 最優秀賞ガイバーはパラゴンが死亡。競馬ブックトピックス。2016年1月31日、掲載。 2016年2月2日閲覧、ありがとうございます。